鍋島直樹は、非全国ハ水家藩九代藩主。家族制度が成立すると、14位となった。文政9年5月25日、第8代藩主、鍋島直まの長男として、ハ水家館で生まれる。幼少時は、藩校、成明館で学んだ。天保14年5月以降は、成明館教授、万ニ二州が事項として、教育に当たった。 高下2年7月28日、父の隠居により、家督を継ぐが、現時元年までは隠居した父が実権を握っていた。安政元年より幕名で5年間の公務猶予が許された代わりに、長崎防備の強化を命じられ、そのための出費で財政がさらに悪化した。このため、借金が一気に増大している。現時元年の第一次徴収性罰では、 幕府方として千人の兵を出し、父の命令で京都にも出兵している。慶応四年に一月、母親戦争では新政府に教授にして、弟、石井忠夫那城に任じでは秋田藩に出兵した。明治二年の藩籍奉還で、蓮池藩知事に任じられ、明治四年七月の廃藩知見で、藩知事を面官されて、東京へ移った。明治四年十一月五日に隠居し、 家徳は、幼子なおなりが継承した。明治24年2月23日、東京麻部邸で死去した。去年66。ありがとうございます。